当にもう、どうしましょう。ああ、ブレイサーさんはまだかしら。おばさん、ブレイサーを待ってるの？ええ、そうなのよ。あら？そういうあなたはひょっとして。うん、ブレイサーだよ。まさか、そこの僕も？はい、僕もそうですけど。あらあら、おばさんびっくり。ブレイサーさんっていうお名前、最近は多いのかしらね。ん？あら、それともご兄弟なのかしら。そうそう、そうよね。同じお名前なら普通はご家族よね。まあ兄弟みたいなものだけど。エステル、もしかしてこの人はブレイサーのことを知らないのかも。どうもブレイサーって言葉を人の名前と勘違いしてるみたいだよ。嘘でしょ。もう何二人でこそこそおしゃべりしてるの。面倒だからここは話を合わせよう。了解。それで何かお困りの様子ですけど。あら、僕ったら可愛いお顔して意外と察しがいいんだから。男の子はやっぱり気配りよね。おばさん本当に困ってる？ああ、そうそうそうなのよ。実はとても困っているのよ。うちのアリルちゃんが帰ってこなくなっちゃったのよ。うっかりカフェで居眠りしてたらいなくなっちゃったのよね。アリルちゃんって？子猫ちゃんなのよ。かわいいんだから。あ、でもでもお顔だけじゃなく性格もいいのよ。その子猫の毛色は何色ですか？そう、秋の夕日に照らされた小麦畑みたいな色かも。小麦色ってことかな。多分お外を走り回ってると思うから、もし見つけたらよろしくね。わかりました。まずでは見つけたら。おばさんはここで、ま、よろしくね。よしや、今の猫。あのおばさんが探してた猫みたいだね。間違いないわ。早く追いかけなきゃ。ゼル農園でもそうだったけど、なんだか最近追いかけてばかりだね。あ、あの猫。エステル、ちょっと待って、あの子はもしかして。行ったわね。とにかく今は追いかけないと。やれやれ。もう逃げられないわよ。おとなしく捕まりなさい。
子だからおとなしく捕まってよね。そのままじっとしててよ。エステル、追い詰めすぎちゃダメだよ。テラスから飛び降りたらどうするつもり？分かってるけど、どうにもできないんだもん。ほら、アリル、こっちだよ。ごめんね、怖がらせちゃって。むっか。ほら、おいで。おばさんのところに帰ろう。よしよし、いい子だね、アリル。さあ行こう、おばさんが待ってるよ。というわけなんです。多分アリルはおばさんのところに帰る途中だ。いつもこのカフェの方に向かって歩いてましたから。あ、確かに言われてみれば。もしかすると僕たちのせいで逆に帰りが遅く。そんなことないわ。無事に連れてきてくれたんですもの。本当に感謝しているわ。特にそっちのブレイサー君にはおばさんもメロメロよ。ありがとうございます。お、焦ってる焦ってる。おばさん本気になっちゃうぞ。すみませんけど、そろそろギルドに報告に行かないと。失礼します。それじゃ毎度。またね。負けられないんだ。お疲れ様。無事何か依頼を達成したら。腹減ったぜ、腹。
雑誌社の記者さんってここに泊まってるって本当？おや、よくご存知で。何かご用件？実はギルドの仕事で。おお、ですが今はお。そうなんだ。記者の方は酒場に行ってくる。そちらを訪ねて。酒場ね。失礼しました。なんだお前さんたちは。あなたひょっとしてリベール通信の記者さん？その通りだが、なんで知ってやがるんだ。俺は人を取材するのは好きだが、人から詮索されるのは嫌いでね。どういう要件だ一体？遊撃士協会から来ました。護衛の依頼をされたそうですね。おお、ようやく来たか。ほんと待ちくたびれちまったぜ。それでカシウス・ブライトはどこだよ？それなんだけど、本に別の仕事が入っちゃったの。それでロレントを離れちゃって。なんだと？せっかくだから噂の遊撃士に取材してやろうと思ったのに。ちっくしゅ、当てが外れちまったじゃねえか。よくわからないけど、まあそんなに悲観しないでよ。私たちがしっかりと代わりを務めさせてもらうから。仕方ねえな、今回はそれで手を打つか。今なんと言った？そんなに悲観しないでよ。そうじゃねえ、代わりに務めさせてもらうだ。どういうことだそりゃ。だから私たちが代理のブレイサーなんだけど。あ、これ紹介状ね。おいおい、冗談きついぜ。お前らみたいなガキどもがブレイサーだって言うのかよ。ガキですって？乙女に向かってなんて言い草よ。何が乙女だ、色気のねえ格好しやがって。悔しかったらスカートでも履いて年頃の娘らしくしてみやがれ。これは防術用の服装なの。スカートだと見えちゃうでしょ。まったく失礼なおじさんね。だって俺はまだ20代だ。おじさん呼ばわりするんじゃねえ。とにかく記者さん、僕たちがブレーサーでギルドから派遣されたのは確かです。他の人を紹介してもいいですけど、その場合いつになるか分かりませんよ。これ以上締め切りは伸ばせねえし、仕方ない、背に腹は変えられねえか。喜べガキども、お前らに任せてやるよ。偉そうなおじさんね。まあまあ、僕はヨシュアと言います。こっちの女の子はエステル。あなたの名前も教えてくれますか？ナイアル・バーンズ、リベール通信切手の敏腕記者だ。短い付き合いとは思うがよろしくな。ふんだ、そう願いたいわね。でどこに案内すればいいの？確か危険なところに取材に行くから腕の立つ案内人が必要ってことよね。翡翠の塔って遺跡だ。名前ぐらい聞いたことあるだろう。なんだ、聞いたことがあるどころかこの前仕事で入ったばかりよ。あ、そりゃ都合がいいな。具体的にはその塔の屋上に俺たちを案内してもらいたいんだ。雑誌に載せる写真を撮りたいんでね。ずいぶんと物好きね。俺たちっていうことは他にも同行する人がいるんですね。相棒のカメラマンがいる。オーバルカメラの調子が悪いんで工房に行っているはずなんだが。たっくん、ずいぶん遅いじゃねえか。急いでるんだったら工房まで迎えに行った方がいいんじゃない？どうせこのまま取材に行くんでしょ。
それもそうだな。よし、工房で奴を拾ってからそのまま塔に向かうとするか。仕事だ。自分でケリをつけるんだな。なんか揉めてるわね。ひょっとしてあの人が？ああ、まあな。こら、ドロシー、いつまで待たせやがるんだ。何をやらかした？無駄遣いしてカメラの修理代が足りなくなったんじゃねえだろうな。びっくりです。どうしてわかるんですか？先輩、ひょっとして超能力者？同じことを繰り返されればアホでもわかるに決まってるだろう。お客さん、この人の関係者？それじゃ悪いけど修理代立て替えてくれますかね？仕方ね、経費で落とさせてもらうぜ。いくらだ？カメラと飾り時計の修理で、締めて2000ミラですね。ちょっと待て、カメラともかく、その飾り時計ってのは何だ？あの、修理してもらっている間、店内を見学させてもらったんですよ。で、綺麗な置き時計があったんで、手に取って見てたら壊しちゃってでもよかった。それも経費で落とせるなんて。そんなもん経費に入れられるか。ちくしゅん、自腹切って建て替えるしかないか。あらよ、2000ミラだ。はい、これは領収書。なんかすごい組み合わせのコンビね。確かに。でも建て替えてあげるあたり、割と面倒見がいい人みたいだね。ああ、待たせたな。ちょいとトラブっちまった。あれ先輩、この子たちは？護衛兼案内役のブレイサーだ。予約していたカシウスブライトの代理だとよ。こんな若い子たちが？私はエステル、よろしくね。僕はヨシュアと言います。エステルちゃんにヨシュア君か。若いけど頼もしい感じね。私、ドロシー・ハイアット、リベール通信に入ったばかりの新人カメラマンなの。目下ナイアル先輩のもとで。なんで俺様がこんなトンチキ娘の面倒を？まったく、あの人。まあまあ、そのうちいいことありますよ。お前が言うな、お前が。はあ、まあいい、メンツも揃ったことだし、とっとと取材に向かうと。目的地は翡翠の塔ですね。それじゃ、レッツゴー。おThank you.
のですね。これって何階建てなのかな。この前は2階までしか行かなかったから。でも規模から言って5、6階くらいじゃないかしら。5階建てのはずだよ。うちにある資料に書いてあった。かなり前に調査されたけど、その後放置されたみたいだ。そういえば他の地方にも似たような塔があるみたいだけど。うん、その通りだ。ボス、ルーアン、ツァイスにも同じ様式の塔が建っているらしい。なんでもリベル王国が建国された時代のものらしいぜ。へえ、そうだったの。歴史のロマンを感じて。それを伝えるのが今回の仕事だ。ドロシー、ローアングルで何枚か撮れ。いつものスタイルで取りやがれ。やっぱり慣れないことをするもんじゃありませんね。それじゃ。おー、いい顔してますね。セクシーですね。とってもキュートです。いきますよ。人物を撮るわけじゃないのに。でも違和感はないよね。景色の表情が見えるんだとさ。あんなアホなやり方で息を呑むような写真を撮りやがる。まあ一種の天才だわな。はあ、人は見かけによらないわね。よし、中に入るとするか。目指すは塔の屋上だ。頼んだぞ、新米ブレイサーども。任せなさいって。どんな魔獣が現れたってあんたたちには爪。僕たちの後ろから離れないようにしてく。
これで終わりだ。戦闘終了。先に進もう。やっと屋上に到着したわね。わあ、いい景色ですね。ああ、こりゃ驚いた。予想以上にいい絵が撮れそうだな。そしてあっちが例の仏か。あれって何なのかな。なんかオーブメント仕掛けのでっかいお釜って感じですね。資料によるとどうやら古代の装置らしいぜ。使用目的は分かっていないらしいがな。ねえヨシア、こんなものがあるって知ってた？ヨシア？隠れても無駄です。出てきた方が身のためですよ。え？出て行きます。今すぐ出て行きますから。な、何この人。なんと先客がいたのかよ。うお、びっくり。ヨシワ君よく気づいたね。あなたは。すみません、ごめんなさい。手持ちのミラは全部あげますから、どうか命だけは助けてください。ちょっとおじさん、盗賊か何かと勘違いしないでよ。この紋章を見ればわかるでしょ。おお、それは遊撃士協会の。ひょっとして君たちはブレイサーですか？その通りよ。私はエステル、こっちの男の子はヨシア。で、俺たちはリベール通信の記者だ。この塔の取材をするためにこいつらに護衛してもらっている。はあ、もう脅かさないでくださいよ。こんな場所に入り込んでくるから怪しい人たちと思ったじゃないですか。そういうあなたも十分怪しいと思いますけど、一体何者なんですか？これは申し遅れました。私、考古学者のアルバと言います。古代文明の研究のためにこの塔を調べに来たんですよ。たった一人で？よくここまで無事でしたね。いや遺跡調査は慣れていますからね。魔獣から逃げ回る足腰には自信があるんです。さすがに今回は死にそうな目に遭いましたけど。むちゃくちゃな学者さんね。しかし考古学者ってことはこの塔の由来には詳しいのかい？まあ人並み以上には。調査を始めたばかりなので分かっていないことも多いのですが。それでもいい。何か面白そうな話じゃないか。記事のネタにさせてもらうぜ。そうですね。皆さんはセプトテリオンという言葉を聞いたことがありますか？それって教区長さんから教わったことがあるような。古代人がエイドスから授かったという力を秘めた七の司法のことですね。その通りです。彼らはこの司法の力を借りて海と大地と天空を支配したそうです。さらに生命や時間の神秘すら解き明かしたと伝えられるのですが、およそ1200年前、謎の災厄によって古代文明が滅びた時、セプトテリオンも失われました。七王教会の聖典にも記されている伝説だな。で、
それがこの塔とどう関係するんだ。七司法の一つがこのリベールに眠っているという伝承があるんです。その名もオーリオール。オーリオール、なんだか不思議な響きの言葉ね。その伝承が本当ならば、リベール最古の遺跡であるこの塔に何か手がかりがあると睨みましてね。それで調査に来たわけなんですよ。はあ、夢のあるお話ですね。そうでしょう。古代のロマンを感じますよね。いや、分かってくれる人がいて嬉しいな。それで手がかりは見つかったんですか？今のところは。そこの装置の謎が解明されれば何かわかるとは思うんですがね。面白い話だとは思うが、現状では憶測止まりってことか。話してもらって悪いが、記事にするにはいまいち弱いな。そうですか。学士、意外、案外真面目に記事書いてるのね。不確実なニュースソースを記事にするわけにはいかねえからな。ゴシップ載せてもヨタは載せねえのがリベール通信のポリシーなんだ。まい、予定通りに行くとするか。ドロシー、ロレント全景を収めたショットをすまい。それ以外はお前の感性に任せた。あちこち動き回って思う存分いい絵を撮りまくれ。わかりました。不詳ドロシーハイアット、思いっきり撮りまくります。学者先生、せっかくだから俺たちと一緒に町まで帰らないか。この二人、見てくれはガキだが護衛としてはそこそこ役に立つぜ。引っかかる言い方ね。ご一緒させていただけるなら、私としては願ったりかなったりです。決まりだな。それじゃあ撮影が終わるまでしばらく休憩することにしよう。この高さからだとロレント地方全体が見渡せるわ。こんなに景色がいいんだから観光名所にしたら儲かるかも。うん、そうかもね。あ、どうしたの？なんか元気君はごまかせないな。屋上に出てからちょっと気分が悪くなってね。大丈夫なの？うん、少し風に当たったらすぐに良くなると思うから。せっかくの機会だから君はいろいろと見学してきなよ。でもこうした機会に見聞を広めるのもブレイサーとしての心構えだよ。何か面白いことがあったら後で僕にも聞かせてほしいな。もう口がうまいんだから。わかった、少しうろついてくる。ただし辛くなったらちゃんと呼んでね。了解。あ、エステルちゃん、ここってすごくいい場所だね。観光クォーツの数が足りるか心配になってきちゃったよ。確かにいい景色だもんね。ところで観光クォーツって何？セプチウムを加工した極薄のクォーツでね、これに光を焼き付けることで写真が撮れるっていう仕組みなの。さすがカメラマン、商売道具のことは詳しいのね。えへん。あれ、そういえばヨシワ君はどうしたの？うん、少し風に当たってるんだって。ふーん、
風の中に佇む黒髪の少年か。わっ、すっごくいい絵が撮れそう。頼んだら撮らせてくれるかな。ヨシュアってそういうの苦手みたいだし、多分断られると思うけど。ちょっと残念。でもヨシュア君って恥ずかしがり屋さんなんだね。タバコがうまいな。ロレントなんて田舎の取材、最初は気乗りがしなかったが、たまには悪くないかもしれん。失礼しちゃうわね。だったら来なきゃいいのに。編集長の命令なんだよ。トンチキ娘の教育も兼ねてな。そうじゃなかったら今頃スクープを求めて王国全土を駆け回ってる最中だ。スクープって言ってもどうせゴシップ記事じゃないの。ゴシップも嫌いじゃないが、報道記事の方が圧倒的に多いぜ。そういう意味で今一番興味があるのはボースだな。ボース地方？何か事件でもあったの？でかい強盗事件が相次いでる。犯人の正体は分かっていないが、どうやら足を持った連中らしい。足？飛行船のことね。ひょっとして空賊ってやつ？その可能性が高いな。だがエレボニア帝国による偽装工作という線もあり得る。え、そんな。平和条約だって結ばれたのに。確かに10年前の戦争じゃ帝国も痛い目にあったからな。大陸諸国の目もあるし、滅多なことはできんだろうが、嫌がらせの可能性はあり得る。未だ真相は闇の中さ。そしてそれを明らかにするのが俺たち分野のお仕事ってわけだ。おや、エステル君と言いましたか。お連れの方はどうしたんですか。うん、少し風に当たりたいんだって。そうですか。ここはいい風が吹いていますからね。しかし君といい彼といい、その若さでブレイサーとはすごいですね。確か遊撃士資格が取れるのは16歳以上だったと思いますが。へえ、よく知ってるわね。うん、私たちもちょうど16歳よ。いいですね、若いということは。それだけで無限の可能性につながる。私もあと10歳若ければ大陸全土に眠る古代遺跡の謎をこの手で解き明かしてやるんですが。大陸全土とは大きく出たわね。ということは教授ってリベールの人じゃないんだ。ええ、北方の生まれです。エレボニア出身ではありませんよ。心配しなくても大丈夫よ。戦争は絶対に嫌だけど、帝国の人が憎いわけじゃないしね。誰か大切な方を。うん、お母さんをね。申し訳ない、立ち入ったことを聞きましたね。ううん、気にしないで。10年も前のことだもん。あれから新しい家族も増えたしね。なるほど、それが先ほどの少年ですか。弟みたいなもんね。ヨシュアにしてみればお兄さんのつもりかもしれないけど。いやだ、なんでこんなことまで喋っちゃってるんだろう。他の人に聞かせる話でもないのに。いいじゃないですか、仲良きことは美しきかなです。ヨシュア、まだ気分が悪い？いや、だいぶ良くなった。もう普通通りに動けると思う。よかった。一体何が原因だったのかな。塔の中で酸欠になったにしては私たちは大丈夫だったし、突発性の高所恐怖症だったりして。そ
それはないと思うけど。エステルちゃん、ヨシオくん。あれ、撮影終わったの？任せて。いっぱい撮りまくっちゃった。これで取材は終わりだ。そろそろ町に引き上げるとしよう。新米だもん、帰りもよろしく頼むぜ。よろしくお願いします。いやー、助かりました。こんなに安全に遺跡から帰れたのは初めてです。エステル君、ヨシア君、本当になんとお礼を言ってよいやら。いえ、当然の義務ですから。できれば次の調査では最初からブレイサーを雇ってよね。財布と相談してみます。それでは皆さん、またどこかで会えるといいですね。さてと、俺たちもここで失礼させてもらうぜ。最初はどうかと思ったが、なかなかいい働きをしてくれたな。一応礼を言っておこう。これが実力よ。アホ、勘違いするんじゃねえ。俺が知ってるブレイザーと比べたらお前なんざひよっこもいいところだ。せいぜい精進するんだな。肝に銘じておく。ところでお二人はすぐに雑誌社に戻るんですか？いや、今日一日くらいはロレントでゆっくりするさ。原稿も書かなきゃならねえしな。私は工房に行って早速現像してきますね。それじゃまたね。父さんから引き継いだ代理の仕事もこれで終わりか。思った以上に結構やりごたえがあったわね。うん、そうだね。それと戦いだけがブレイサーの本分じゃないことが少しだけ分かったような気がする。またまたカッコつけちゃって。でも、うん、私も分かるような気がするよ。まだまだ先は長そうだけど、とりあえずギルドに報告に戻ろうか。うん、そうしましょう。あ、そういえば調子はどう？また気分悪くなったりしてない？あ、うん、すっかり良くなったみたいだ。あら、エステル、ヨシュア。あれ、知らねえ？珍しいですね。いつも飛び回ってるのに。先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね。ちょうど報告をしてたってわけ。あ、知らねえも終わったんだ。まあなんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちも頑張ったみたいね。やれやれ、毎日苦労してしごいた甲斐があったもんだわ。感謝してます。それじゃあ私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ、話してちょうだい。はい、ご苦労様でした。どうかしら、シラザード、なかなか頑張っていると思わない？新人にしてはやるわね。でもここで満足しちゃダメよ。特にエステル、あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。はいはい、ちゃんと分かってますってば。エステルとヨシアもシェラザードもご苦労様でした。カシウスさんの抜けた穴がこんなに早くカバーできるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで少し退屈な気もするけど。街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。久しぶりにゆっくりできるわね。よし、今夜は思いっきり飲むぞ。エステル、ヨシは、あんたたちも付き合いなさいよね。酔っ払った知らねえの相手すんの？あら、エステル、私の誘い断るつもりね？
いい度胸してるじゃない。だって知らねえって酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。騒ぐし踊るし脱ごうとするし。確かに目のやり場に困るんだよね。シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。んだ、そんなに嫌ならエステルは勘弁してあげるわよ。え、本当？ええ、代わりにあんたの分までヨシュアに付き合ってもらうから。え、あのシェラさん。ちょっとどうもヨシュアはしっかりしてそうで奥手だからね。酒にしてもその他にしてもお姉さんがいろいろ仕込んであげようか。いろいろ。ちょっとヨシュア、何鼻の下伸ばしてんのよ。誤解だってば。大変じゃ。あれ、市長さん。エステル君とヨシア君、おお、シェラザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか、そんなに慌てて。一大事なんじゃ。家を強盗している時に私が留守に入ったらしいのじゃ。え、市長さん、まずは落ち着きなさいよ。大きく息を吸ってゆっくり吐いて。実は私が留守にしている時に家に強盗が入ったらしいのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら、強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっと、未練のおばさんたちは？大丈夫、全員無事だよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。よかった。人に被害が及ばなかったのは不幸中の幸いだったわね。ここにいても埒が明かない。市長さん、現場を見せてもらえる？うん、よろしくお願いする。待って、私たちも行く。そうですね、何か役に立った。仕方ないか。アイナ、私たちは事件の調査に入るわ。何か面倒が起こったら全部リッチに押し付けてやって。酒場でのんびりしてるはずだから。ええ、分かったわ。みんな気をつけてちょうだい。うわ、めちゃくちゃだわ。これはまた見事なほどの荒らされっぷりね。あ、金庫が。女王陛下に送るはずだったセプチウムも盗まれてしまったよ。せっかく君たちが運んでくれたのに申し訳ない。謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。ところで他の部屋の様子はどうですか？他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。エステル、ヨシは頼みたいことがあるんだけど。何？私は市長さんから事情聴取をさせてもらうわ。その間あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。え、それっていわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんですか？せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。わかった、できる限り頑張ってみるわ。慎重に、そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？何から話したものか。現場
検証か。なんかドキドキしてきちゃった。早速この部屋から調べてみようか。それと屋敷の人たちから犯行当時の証言を聞いてみよう。うん、オッケー。さすがは市長さん、難しそうな本がいっぱいあるわね。価値の高い紀行本も並んでいるみたいだね。犯人が価値を知らなかったのか、それとも。さすがは市長さん、難しい。価値の高い紀行本、犯人が価値を知らなかった。めちゃくちゃに荒らされてるわね。リタさんが見たらそっとしちゃいそうだわ。本棚に並んでいた本が散らばっているみたいだ。あまり意味のある行動には思えないけど。引き出しの中には書類が何冊か入ってるわね。荒らされた感じはしないけど。どうやらロレント市の行政に関する書類みたいだ。これが無事っていうことは政治的な目的じゃなさそうだな。これは小物入れね。中身は空っぽみたいだけど。箱の蓋についた錠前が焼き切れたようにちぎれてる。もしかしたら動力銃を使ったのかもしれん。して見てみると、扉を壊したわけじゃなさそうだ。暗証番号を解析して開けたのか、それとも。解析なんてできるの？不可能じゃないけど、プロの技術者じゃないと難しい。もっと簡単な方法で番号を調べたとしか思えないな。簡単な方法？そうだな。特殊なパウダーをボタン全体にまぶしてやるんだ。そのパウダーは吸着性があって、しかも微細なため目には見えない。ただ青い光に当てると発光する。うんうん。そのパウダーがついている状態で市長が暗証番号を入力するとしよう。するとボタン状のパウダーが指にくっついて取れてしまう。これでどのボタンが押されたのか分かるっていう寸法さ。ちょっと待って、それ順番までは分からなくない？いや、そうでもないんだ。指についたパウダーが増えるとボタンから取れる量は減っていく。つまり発光量の少ない順からボタンを押していけばいいんだ。数字が重複してたら難しいけど、大体の番号は推測できるはずさ。なるほど。よしは、ひょっと。こんなのは基本だよ。やっぱりあのパウダーだ。さっき説明した方法で開けたのは間違いないと思う。そっか。問題は誰がそのパウダーをボタンにまぶしたかってことね。少なくともこの屋敷を訪ねたことのある人だろうけど。そうだね、それが問題だ。あれ、手すりに傷がある。本当だ。しかもまだ新しいね。金属製の何かを引っ掛けたような跡みたいだ。手すりについた引っ掛けたような跡。一応ブレイサー手帳にメモした本。
屋根裏の掃除をしてたらいきなり覆面の男たちが入ってくるんですもん。覆面の男たちってことは単独犯じゃないんだ。何人ぐらいの集団でしたか？そうですね、 3,4 人だと思いましたけど。あ、そういえば一人は背が低かったんですよ。女性だったかもしれませんね。ミレーヌおばさん、大丈夫？ええ、心配はいりませんよ。乱暴されたわけじゃありませんからね。あの、侵入者たちについて何か気づいたことはありますか？覆面をしていたから特徴とかはわからないけど、そういえば確か玄関には鍵がかかっていたはずなのよ。うちの人が教会に出かけて、あの人たちお腹が空いて。ちょっとおかしいかも。しかもこの辺りの鋭いね、エステ。ここは屋敷の人たちが閉じ込められていた場所だ。閉じ込めるとき犯人たちが落としたものかもしれない。重要な証拠物件ってやつね。調査が終わっ、もう少し丁寧に調べなさい。帰ってきた時犯人たちの姿、確か犯行当時は鍵も壊れてなさ、ということは市長さんから一通り事情。あんたたちは何か収穫あった？一つ確かめていくわよ。まず犯人たちが狙ったのは、犯人たちの規模は、どこから侵入したの？犯行に関係すると思われる。まあまあ参考になったわ。これで犯人が特定で。市長さん、ここ 2,3 日の間で初対面の人物を書斎に通した？そうじゃな、何人かいることはいるが、雑誌社の記者諸君もそうじゃ。なんだ、あの人たちも市長さんを訪ねていたんだ。犯行当時彼らは僕たちと翡翠の塔に行っていました。容疑者からは除外できると思います。なるほどね。市長さん、それ以外には？それ以外というと、ジョゼット君しかおらんが。でもまさかの。さすがにあの子が犯人ってのは無理があるよね。なんといっても王立学園の生徒だし。犯罪者が分かりやすい格好をしているとは限らないわ。制服なんてその気になればレプリカを作ることもできるしね。でも本当にいい子なんだってば。人当たりが良くてお嬢様っぽくて。よしよ。あいにくだけど僕の意見は逆だよ。え？あの時市長さんがセプチウムを金庫に入れた時、あの子まるで狩人のような獲物を見る目をしていたんだ。もちろん確証はなかったから問いただせなかったんだけど、
少なくとも僕の目にはただの女学生には見えなかった。そんな信じられんの。どちらにせよその女の子には話を聞いてみる必要がありそうね。その子どこにいるか知ってる？確かホテルに泊まっている。でも今日あたりにロレントを立つ。うん、急ぐ必要がありそうね。エステル、ヨシュア、まずホテル。わかりました。エステルさん、ヨシュアさん、どうかなさいました？ジョゼットって知ってる？ここに泊まっているはずの。もちろん存じていますが、つい先ほどチェックアウトされたばかりですよ。一足遅かったわね。発着場に行きましょう。まだ間に合うかもしれない。うん、悪い子には見えなかった。うん、申し訳ありません。間もなく到着すると思いますので、今しばらくお待ちください。アランさん、私たちだってば。なんだ、エステルたちか。おや、シェラザードさんまで。一体どう。この辺りで制服姿の女の子を見かけませんでしたか？制服姿の女の子？それってどこの制服？ジェニス王立学園だけど。ああ。あそこの制服は可愛いんだよね。清楚で可憐な白のスカートと紺のハイソックスのコントラスト、ロマンだよね。理解不能な。それが男のサガってやつよ。で、その王立学園の制服を着た子を見かけなかった？いや、ここ1ヶ月ばかりはお目にかかっていないけど、乗客の出入りはチェックしてるから、少なくとも飛行場に。ということは飛行船を使わずに街道沿いでロレントに来たのか。困ったことになったわね。一気に捜索範囲が広がりましたね。考えてみれば仲間がいるはずだから。あ、そういえば。どうしたの、エステル？これ拾ってたの忘れてたわ。何かの手がかりにならないかな。そうか、それがあったね。シェラさん、この近くでセルベの木が生えている場所を知りませんか？セルベの木か。確かロレントの南にあるミストバルトに生えていたわね。ミストバルト、家の反対方向にある森ですね。行ってみる価値はありそうね。そうと決まれば町の南口から街道に出ましょう。盛り上がってるね。よくわからないけど頑張りなよ。
走らずに。でちっちょう、タバコを減らすべきかもな。何やってるの、お二人さん。お前たちか。実はな、これからボースに行かなきゃならねえんだ。でも定期船はまだ来てないみたいです。知ってる。だから街道を通って、さすがに時間はかかるが、歩いて行けない距離じゃねえしな。そりゃご苦労様ね。ひょっとしてスクープ狙いなの。ええ、とびっきりの極上ものだぜ。こうしちゃいられねえ。なんとか今日中に着かねえと。先輩本当に大丈夫かな。あ、それじゃあまたね、エステルちゃん、ヨシア君。にぎやかな連中だこと。あんたたちの知り合いなの。例の雑誌社の記者たちよ。父さんの代わりに塔にあんな、何か事件でも。ミストバルトね。シェラさん、何か分かりますか。間違いないわね。ほんの少し前に複数の人間がこの辺りを通った気配があるわ。十中八九当たりかもしれない。そんなこと分かるんだ。逃亡犯のトレースもブレイサーに必要な技術だからね。とにかく森の中を調べるわよ。あまり大声を出さないようにね。ラジャ。了解しました。
まったくちょろいもんだよね。あの程度の下準備でこんな極上品が手に入るなんて。これで兄たちに自慢できるよ。しかしお嬢にはびっくりだぜ。いくら制服着てたからってあんな演技ができるなんてよ。さすが元貴族令嬢だね。ふんだ、昔のことはどうだっていいだろう。しかしこの格好をしてりゃ大抵のやつは騙せるから助かるよ。あのお人よしの市長といい、能天気な女遊撃士といい、おめでたいやつら。ちょっと話を聞いてみよう。仕方ないわね。でもあのガキども結構手強そうでしたぜ。鉱山に現れた魔獣をことごとく退治してたし。鉱山？ああ、君が失敗したやつか。僕がわざわざ猿芝居を打つことなかったのにさ。すまんお嬢。ま、そう気にすんな。終わりよければ全てよしだよ。それにしてもあんな連中が遊撃士とはまったく笑わせてくれるよね。特にあの能天気女、僕のことをけほども疑わずに仲良くなれそう。だってさ、失ったよ。何がおかしいのよ。あんたたちは黙って聞いてりゃ、能天気だのおめでたいだの好き放題言ってくれちゃって、覚悟はできてんでしょうね。遊撃士だと？どうしてここに？屋敷からセプチウムを盗んだ手際は見事だったけど爪が甘かったみたいね。遊撃士協会規約に基づき、家宅侵入、器物破損、強盗の疑いであなたたちの身柄を拘束します。抵抗しない方が身のためですよ。所詮は女子供の集まりさ。僕たちカプア一家の力を骨の髄まで思い知らせてやるんだ。何が女子供よ。自分のことを棚に上げておいて。もう頭きた。絶対ギャフンって言わせてやる。それはこっちのセリフだね。君たちやっちゃいな。勝手だ。
のじゃなくてロレントの人たち全員のもの。まったくズーズーしいんだから。さて、決勝も取り戻したことだし告白タイムと参りましょうか。面白い名前を言ってたわね。確かカプア一家とか。そうね、何のことやら。強情じゃない。そういう子は嫌いじゃないわよ。開くつもりがないなら体に効くしかないじゃない。大丈夫、優しくしてあげるから。近寄るな。あっち行け。知らねえ、絶対に楽しんでるよね。触らぬ神にたたりなしだね。シロさん、危ない。カノン、知らねえ、大丈夫。平気よ。それより上に注意なさい。飛行艇。形勢逆転だね。ジョゼット、大丈夫か。ロレント進出はお預けだ。お前がいない時にボスで面倒なことが起きたんだ。面倒なこと。いいから早く乗りな。グズグズしてると置いてくぞ。一本取られちゃった。笑い事じゃないってば。うーん、悔しいよ。まあいいじゃない、セプチウムも取り戻せたんだし。それにしても彼らは空賊だったみたいですね。ええ、間違いなさそうね。どうやらボース地方を根城にしてる連中みたいだけど、まさかロレントみたいな田舎に出張してくるとは思わなかったわ。空賊だろうが山賊だろうがどうだっていいわよ。あの生意気僕っ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。ギタギタのパーって。大変なことがあったわね。まさか空賊が現れるなんて。逃がしてしまったのも無理ないわ。いや、今回は私のミスだわ。まだまだ先生の息には遠いわね。知らねえの責任じゃないってば。頭に血が上ってた私のせいだと思う。僕も迂闊でした。いや、あんたたちはよくやったわ。市長邸の現場検証も合格点をあげる。アイナ、推薦してもいいんじゃない？そうね、私もそう思います。推薦？どういうことですか？その前に、まずは今回の調査の報酬を渡しておくわね。それと、これを受け取ってちょうだい。これって？今のあなたたちは準遊撃士、つまり見習いみたいなものね。正遊撃士になるためには王国にある全ての地方支部で推薦を受ける必要があるの。これはロレント支部の推薦状よ。いいの？
て。声優劇師になるにはそれなりの実績を上げる必要があるって聞きましたけど。代理の仕事と今回の活躍、実績としては十分だと思うわ。ただし、あくまでロレント地方での実績だけどね。他の地方支部でも実績を上げて推薦をもらう必要があるってわけ。ボース、ルーアン、ザイス、そして王とグランセル、まだまだ道のりは長いわよ。でもでも、すっごく嬉しい。一生懸命やった甲斐があったわ。ねえヨシア、こうなったら他の地方にも行くっきゃないよね。言うと思った。賛成だけど、僕たちだけじゃ決められないよ。父さんが帰ったら相談してみよう。あら、あ、それって通信機よね。はい、こちら遊撃士協会リベール王国ロレント支部です。あら、ご無沙汰しております。本当ですか？それは大変なことになりましたね。何かあったのかな？うん、そうみたいだね。ええ、確かに先日から出張で出かけておりますが。何ですって？失礼しました。にわかには信じられませんが。ええ、わかりました。家族には私から伝えておきます。大丈夫です。本人たちも遊撃士ですから。はい、何かわかったらよろしくお願いします。アイナさん、何かあったの？珍しいこともあるもんね。あ、でどこからの？ボース支部からよ。大変なことが起こったわ。定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったの。え？どういうことですか？まだ詳細はわからないわ。現在王国軍が出動して大規模な捜索をしているそうよ。そのせいで他の定期船も運航を見合わせているらしいの。なるほどね。それで発着場が混雑してたのか。それで。アイナさん。エステル、ヨシア、気をしっかり持ってちょうだい。行方不明になった定期船にカシウスさんが乗っていたらしいの。え、まさか。嘘でしょ？乗客名簿に名前があったらしいの。リベール遊撃士協会ロレント支部所属声優劇士カシウス・ブライト45歳って。